K-TUBE をご覧の皆さん、こんにちは、竹岡圭です。今日はですね、群馬のサイクルスポーツセンターに来てるんですけれども、私のこの横にいるのはなんとクラウンスポーツです。ね、すでにすごく話題になってますが、ね、クラウン最初クロスオーバーが出た時に4台いっぺんに発表されたじゃないですか。そのうち今までね、クラウンにはなかったハッチバックが登場するっていうのがその時も話題になってましたけど、とうとう今私の横におります。で、なんで今日これが実現したかと言いますと、ではゲストをお呼びしましょう。はい、熱トヨタ高崎の小暮あさみちゃんです。よろしくお願いします。あさみちゃん、今日お声掛けいただいてありがとうございます。よろしくお願いします。今日はですね、ネッタカチャンネルさんを、撮影するということで K-TUBE もお邪魔しました。ありがとうございます、ね、すいません、いつも都合よくね、一緒にありがとうございます。なので私もね、まだね、全然ね、あさみちゃん情報知らないのよ。そうなんですよ ね, ね, ですよね。あさみちゃんかかってから今日頑張ります。はい、はい、よろしくお願いします、はい、ではあさみちゃん、はい、まずこの車の、はい、ボディサイズ教えてもらっていいですか。わかりました。ちょっと私もこちら新型なので、はいはい、間違いないので今日はちゃんと資料を持ってきましたので、えらい、こちらでご紹介させていただきたいと思います、はい、じゃあまず全長なんですが、全長は4720ミリですので4メーター72センチ、ね、クロスオーバーよりは、クロスオーバーよりは短いです。短い、クロスオーバーは4メーター93センチですので、おー、じゃあだいぶなんか短い感じ、はい、少し短いですね。幅は、はい、幅が、1メーター88センチ。ほうほうほう、はい、まあ1800、まあ、1900には届いてないよぐらいの、ね、はい、はいはいはい、はい、でクロスオーバーより、はい、クロスオーバーよりも幅が少し広くなってますね。クロスオーバーは、1メーター84センチ。なるほどなるほど。で高さは、はい、高さが 156.5センチ、1565ミリ、はい、1565ミリですね。で、クロスオーバー背低いよね。クロスオーバーは、1540ミリ、ね、なるほど、はい、だから短くて幅広くて高い、はい、そうですみたいな感じですね。そうですね、分かりやすく言ってそんな感じですね。で、はい、最低地上高もすごい高く見えるんですよ、はい、そうなんです。最低地上高も、160ミリですね。160ミリ、はい、でクロスオーバーが145、そうですね、はい、さすがです。ってことはちょっと、はい、足元もまあ高めなので、どっちがクロスオーバーだかよく分かんないじゃん。そうなんですよね名前がややこしいね。名前がちょっとややこしいですけど、うん、こちらがスポーツということで。なるほどね、はい、でね、これ顔があのどっちかといえばのプリウス顔というか、あ、そうですね、こうシュッとしてる、うん、はい、ですよね、はい、とクロスオーバーとおめめちゃんがだいぶ違うなっていう感じがしますけど、そうなんです。まあでもこうね、お口もガバッと開いたりして、はい、まあちょっとワイドワイローじゃないんだな、ワイド&ハイみたいな感じそうですね、ワイドな、やはりね、ワイド感すごいありますよ ね,、はい、なってますよね。でね、私一番ね、特徴的なのがこの車、ホイールベースが短くない？そうなんですよ、うん、ホイールベース短くなりまして、はい、ホイールベースは2770ミリということになってますね。クロスオーバーのが長いよね。クロスオーバーは2850ミリ、ね、だよね、はい、だからこう確かにこうやって見るとすごい短いよね。ですよね。なんかね、今日でも私実物を初めてこうよくよく見たんですよ、外で、はいはい、前版の発表で4台出てきた時から見たから、はい、こういう真横から見るチャンスがなかったんですけど、はい、写真で見た時はね、はい、もっと短く見えて、うんうんうん、スープラがね、背伸びしたみたいに見えたの。なるほど。そう、はい、でスープラが背伸びしたみたいな車かな、これはちょっと面白そうだと思ったんだけど、はい、まあデザイン的には実物の方が伸びやかだけど、はい、ここだけ見るとやっぱ短いね。そうですよね、ホイールベースに注目するとかなりやっぱり、うん、そうだよね、全長とか、まあ、短いですよね、うん、全長短いですけれども、はい、でもやっぱりこうなんだろ う, こうホイールベース短くて幅が広くて、はい、で全長短いから、はい、かなりこう動きの良さそうな、そうですね、踏ん張り感はあるけれど、はい、動きの良さそうな車だなっていう感じがする、はい、そうなんです。でこのね、リアのこのお尻の張り出しがこれすごいね。そうなんです、張り出し今回かなりこだわって設計されてますね、うん、ここね、ここね、そうなんです、そのラインが、ね、いいですよね。そう、昔のルノーサンクターボみたいな、ぐわっとこう踏ん張ったような感じがするので、はい、すごくこれはね、速いんじゃないかなっていう。あ、そうですね、走る楽しさを実感できる車に、うん、やっぱそうなんだ、はい、なってます。でここに、はい、あのハイブリッドって書いてありますけど、そうですね、はい、今回はハイブリッドと、はい、プラグインハイブリッドが確かあるんだよね。一応出る予定ですね。一旦こちらのハイブリッドのみ先に出してます、ね、なるほど、なるほど、はい、そうなんだ。でここにこれさ、そうなんですよ、ちっちゃくない？ちっちゃいんですけど、これトヨタのマークここにあるんですよ。え、しかもブラックアウトされてるよ。そうなんです、実は、うん、ここはこのラインですね、このラインを先に
まあ、デザイン上設計しまして、はい、そうなってくるとトヨタのエンブレムを置くのはここしかないということになったらしく、うん、今回はこの配置に。でもさ、今までだったらこれをね、はい、こういうシルバーでもっとトヨタですみたいなアピールをしたじゃない、はい、全然じゃない。やはりクラウンを、うん、まあ、フラグシップとして皆様に多分認識いただいているので、あえてトヨタのエンブレムはそんなに大きく出さずとも、うん、はい、社名をここまで出してないの初めてだよ ね、 ね、きっとね、はい、しかもブラックアウトしてるんですよ。かなり控えめに出してますけれども。光るのかな、もしかして。今回すみません、まだというか光らないです。光らないの、はい、光るなんかオプションとかあるといいですよね。てか本当にじゃあ地味じゃん。なんか控えめに、エンブレムの主張は控えめにしております、ね、すごい控えめでびっくりした。ちょっとこれ開けてみようかな。はい、開けます。これか、はい、あ、じゃあこれ足で巻くやつなのかな。ピースだから足で巻くんだ、やっぱり。おお、あ、なるほど。ここは結構開口部広いけど、そうです、ね、意外と浅い。あ、浅いかもしれないです ね、 ね、はい、そクロスオーバーと比べても浅いでしょうし、う、ね、はい、下はパンク修理が入ってます、ね、こうやればいいのか。あ、こう面白いね、こうなっていくんだ。そうですね、そうなんですね。ほほほほほ、まあでもこんな感じか、はい、ってことはやっぱり浅めなんだな。そうなんです。なんかこれだけ浅いと私あれを思い出した、 CHR。 あー、なるほど、うん、はいはい、だどっちかというとこう荷物いっぱい積みますよとかいうよりは、はい、あ、でもそうだよね、もともとエステートとかもエステートも発表されてるから、はい、荷物を積むのはそっちだよと。そうですね。だけどこう深さは、はい、私が届かないぐらいあるので、はい、結構広いです。結構そうですね、奥行きもありますので、ね、これさ、ちょっと倒してみてもいい？あ、はい、倒してみましょうか。じゃあちょっとこれ倒してみますよ。届かないよ届かなかったよ。じゃあ私反対側をちょっとやります。はい、こんな感じですね。こんな感じでね、はい、フラットに、あ、でもフラットになるんだね、はい、ほほほほ、あ、こうやると、あ、結構詰める。ただやっぱ高さ方向は、ね、制限があるけれど、はい、奥行きは結構あるので積む気になればいっぱい詰めます。まあ、ハッチバックってそういうもんだよね。そうですよね、うん、はい、なるほど。ここが広いのはね、ここが広いのでいい感じ。ゴルフバッグとかやっぱり入りますかね。あ、入るんだ、はい、おお、ゴルフバッグ入るんですって、はい、でここねちょっとだけね、こう高さがなボディ剛性を多分保ってんのかなと思いますけど、うん、はい、いや、なんかどこからどう見ても走りの予感しかしない。よかった、はい、そんな車ですね、はい。そういえばサミちゃんさ、はい、これさ、タイヤ大きいよね。そうなんですよ、21インチで、うん、235-45-21というサイズになってますね。クロスオーバーも21インチでしたけれども。そうか、はい、でもなんかこっちの方が大きく感じる、はい、感じますね。やっぱりボディサイズとのバランスですか、ホイール。そっか、はい、そっか。なんかさ、タイヤここ大きくてここが短くて、はい、小さい子が描く車みたいなもんねじゃあ車っていう感じの、車って感じ、こうシルエットですよね、うん。でもホイールのデザインと、あとやっぱそのフェンダーのテイハウスの周りのここのそのアーチですよね、うん、クロスオーバーの時も確かにあの印象的でしたけれども、うんうん、はい、そのあたりでやはりタイヤ大きく見えますよね。じゃあちょっと今度中見てみていいですか、はい、ぜひぜひ。じゃあちょっと私運転席に乗るから、はい、すみません、ちょっと後ろ乗ってみてくれる？じゃあ後ろに乗ってみます、はい、はい。じゃあちょっといつものようにね、ドライビングポジションやってみたいと思いますけど、電動でございます。これは電動？電動でハチウェイですね、うん、パワーシートになっております。ハチウェイ、ハチウェイになっちゃった、ハチウェイだね結構細かく、うん、ご自身のドライビングポジションに合わせていただけると思います。ですね、そしてオルガンペダルなので、はい、ポジションは取りやすい。ここも電動か、ちょっと一回オンにして、はい、これが電動でチルとテレスコと、私はちょっと低めが好きなので、あ、オフにしたら戻っちゃうことが分かりました。オフにしちゃうと戻っちゃいますよねちょっとね、そうなんです、はい、これね、じゃあこれで、これだと今一番上にしたんだけど、もうすっごいボンネット見えるのよ。だけどここだとちょっと高すぎるぐらいだから、このぐらいでいいかな。これでこんな感じかな、こんな感じで。でもね、この辺までボンネットが見えてるから感覚はすごくつかみやすいし、運転席乗るとこれ1880もある感じがしないね。そうかもしれないですね、うん、はい、意外とキュキュッとコンパクト、はい、この状態で、あさみちゃん後ろどうですか？もうかなり余裕ありますよ、後ろ。かなり余裕ある？膝周りもかなり余裕ありますし。あさみちゃん身長何センチ？私162センチです。おうおう、はい、私150多分8ぐらいしかないんだけど、はい、じゃあちょっと今度交代、はい、前後交代で、お願いしますね、はい、
ちょっとじゃあごめんね、今上げたまちょっとアラミちゃんちょっと前乗って、じゃあ私がちょっとポジションを取ってみて、私のドライビングポジションに、ポジションちょっとごめんね、今上がってるよ大丈夫です。じゃあ少しちょっと下げます、うん、はい、で私だとこのぐらいですか、このぐらい、そうですね、私このぐらいでいいと思います。もう全然余裕だわこれ、はい、余裕ありますよね、余裕あるってことはこれ、ね、あのいつもね 175.5cm の勝さんが合わせてくれてるんですけど、はいはい、まあ、一応じゃあ勝さんもポジションだけ合わせてもらって見てみようかな。いや、その間にちょっと後ろ説明しますと、この辺りもですね、なんかこうピアノブラックでもね、ブラックっていうのも漆黒じゃない感じのなんか生地、これここがまたねゴールドのアクセントが入っていて、でここもちょっといぶし銀スタイルでねおしゃれなんですよ。でグレーのステッチが入っていて、なんかあの大人な感じがします。そうですよ ね、シックなデザインに整ってますよね。ほんとほんと。で後ろはですね、このセンターに USB-C の、このなんていうの、端子が2つあります、はい、でその下にですね AC100V 1500W まで使える普通のコンセントがあります。で母さんそのポジションでいいですか、はい、全然いけるね、余裕ですよね。これ多分これ下にも入るし、足がシートの下に、勝さんの後ろに勝さんが来ても全然問題なさそうなぐらいは広いですね。男性でも大丈夫だと思います。でこれ横方向広いよね、はい、横も広いですね、うん、ほうほうほう、なるほど。まあでもちょっと試しに一回じゃあ勝さんこう呼んでみるね。じゃあそこ座ってて座ってて、はい、じゃあちょっと勝さん一回ちょっと後ろ座ってみて、どうですか、どうでしょう、いかがでしょう。全然足元は、足元、頭は、頭は、まあ、ちょっとこの辺とかなと、あそこがそうか気になるのか、なるけどもそんなにあの大丈夫でしょ、大丈夫、うん、でもちょっと奥は嫌な感じ、うん、そうだね、気持ちそうだね、ちょっとここは気になるけどね、ここがちょっとあれですかね、うん、そうか身長大きいとね、はい、そうですよね、そうかそうか、 175.5cm の後ろに 175.5cm が乗っちゃうとちょっと頭上は厳しいかなと、厳しいかもしれないですね、かもしれないっていうのが分かりました。おすすめやっぱり助手席ですかね。そうですね、そうなるとね、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ではですね、続いて運転席周りを見ていきたいと思います、はい、なんかこれさ、はい、運転席と助手席のデザインが全然違うね、はい、そうなんです。あえて分けまして、うん、運転席をこう包まれているようなデザインで運転に集中できる、うん、確かにデザインにしているそうです。コックピット感がすごくありますね。コックピット感を演出ありますね。しているそうです。なので全く違うデザインになってますね。はい、感じも。ここにね、水平でこう、はい、まあゴールド、はい、ちょっと渋いつや消しゴールドみたいな、はい、なんか大人っぽいね全体的に。そうですね、うん。やはりクラウンですのでやっぱりシックで、そうだよね、大人なデザインに。ハッチバックの大人っぽいってなかなかないのよ、はい、確かにそうです ね、すごい貴重な存在、はい、でこの子もなんかあのなんていうの、漆黒のピアノブラックじゃなくて、そうですよね、少しグレーっぽい、はい、なんかなん、まあ、なんですかね、パネルというかなんとかブラックそうです、ね、みたいな感じで、でここがあれでしょ、置くだけ縦充電、縦型縦置きの、これいいと思うの、こう縦に置くからさ、はい、ここに前前にも荷物が置けるけど、はい、これ横にしちゃうと何も置けないからね。そうですね。でここに USB-C が2つあり、はい、ここにボックスがあり、はい、でカップホルダー、カップホルダー、はい、でこれがこっちにも開く、で USB-C がまたある、はい、アクセサリーソケットもある、はい、そしてこっちからも開くということですな、はい、へえ。この辺は開かないんだな。そうですね。ここは開かないです。こちらは開きますよ。こうなってます。なんか押し切りがついてまして、そして取れたりもするので、結構なんていうんですかね。あれ似てるね。やっぱりグリルのデザイン、そうだね、細かいところまで、うん、はい、しっかりこだわられていて、これなんていうの、なんですかね。まあ車検証入れに使う方多いですから、車検証入れた他に何か別のものですかね。これ何、はい、これが取説なんですが、ユーザーガイド、すごい可愛いデザインになりましたね。いいね、なんかこれだと読む気がする。はい、確かに。いつもこんな厚くてさ、ね、もうパソコンの説明書みたいに読みたくなっちゃうじゃん。確かに。これちょっと開きたくなるような。あ、中も可愛いカラーだったりして、ちょっとこう、ね、イラストがなんかいいじゃん、ね、あったりして。やっぱこれはね、読む気になるよね。確かに。見るのも楽しくなるかもしれない。そう。で、今、車って機能がいっぱいあるから、はい、やっぱ説明書を全部読まないと分かんないこともあったりするじゃない？そうですよね。これはいいわ。これだと中を見たくなるかもしれないですね。確かに。そういうこと考えてますね。でここもね、 横型の大きなあれで、はい、そうですね、ディスプレイになってますね。こうやってやると、いきなりオペレーターサービスだった。あ、
コンいろいろね。そうですね、エアコンだったりいろんな調整ができますね。まだね、まだこれ全然調整できてないんですけど。そうですね、まだ初期状態なんですが、まあ、いろいろできます。はい、でこれ、あ、ここが光るのか。そうなんです、こっちはストップ中。あ、これが全体だったね。私パラで光らしたんだった。あ、なんかこう LED であれですね。はい、光りますね。で、ここは、あ、ここで。ここあ、ここも LED のね。これね、やっぱりこれほら、なんていうの、中高色ってやつじゃない。はい、そうですね。あの白すぎるやつもダメだし、はい、黄色いやつもさ、はい、ダメだし、あの電球色のやつってさ、はい、こう肌色が健康には見えるんだけど、うんうんうん、お化粧直しには向いてないんだよね。確かにそうかもしれないです。お化粧直しはこう中高色が一番いいの で、はい、そうですね、私たちやっぱこれバニティミラー見るときってやっぱお化粧直したり、はい、ちょっとなんかついてないかなとかチェック用だから、はい、この中高色はベストでございます。いいですよね。考えられております。はい、なるほどね、はい、いいじゃないですか。でこの辺はいろいろまあ、まあ、スイッチ類がいろいろついていて、でここはなんかセンサーなのかな。そこはそらカメラですかね。脇見とかを検知するカメラが見られてるのか。はい、そうなんです。そうだ、最近の結構見られてんだよね。そうだったそうだった、はい、でもなんかそんなにこうスイッチがごちゃごちゃあるわけではなく、はい、分かりやすくまとまっていて、はい、でハザードスイッチなんかは真ん中にトンとあるじゃん、はい、でシートヒーター、はい、シートベンチレーション、はい、でエアコンみたいな感じで、はいはい、でもなんかすごくあの大人っぽくて良いと思いました、うんうんうん、そうですね、はい、ありがとうございます。はいはい、エンジンルームはこちらになります。サムちゃん、これはハイブリッドスペック教えてもらえますか。はい、ハイブリッドなんですが、はい、こちらが、2.5 リッターの直列4気筒ハイブリッドシステムですね、うん、はい、もうあれですね、すごい熟成されたやつですね。そうですね、もうあのトヨタ車ではおなじみと言ってもいいのではないでしょうか。ね、はい、一応じゃあパワースペックも教えてください。そうですね、パワースペックなんですが、はい、まず最高出力ですね、うん、これが、馬力ですか、馬力が186馬力、うん、はいはいはい、そして最大トルクが221ニュートンメーターということになってまして、そこにモーターがあるんだよね、はい、そうなんです、そこにモーターがありまして、うん、まずフロントモーターが、はい、最大出力が88キロワット、はい、そして最大トルクが202ニュートンメーターということになってまして、ほいほい、あとリアですね、はいはい、リアが、最高出力が40キロワット、はいはい、そして最大トルクが121ニュートンメートルということになります。なるほど、フロントの方がモーターの出力がでかいんだな。そうですね、でも全部合わせると結構力あるね。はい、かなり力ありますよね。本当だね。へえ。でこれはニッケル水素バッテリー使ってるんですよね。そうですね、はい、そうです。でこの他に、まあ、もうちょっと後ほどになるんだろうけど、はい、プラグインハイブリッドモデルが出る予定ですね。出てきて、はい、でそっちは、リチウムイオンバッテリー使ってるやつですよね。はい、なのでまずはこのハイブリッドモデル。でもこれ1グレードなんだって。そうなんですよ、今回、うん、スポーツ Z というこの、まあ、まさにこのグレードこれだけ、はい、のみです。で選ぶのはじゃあ色とか。はい、そうですね、あとはまあメーカーオプションなど屋根とか装備、ね、あ、これはもうルーフついてもねぐらいですよね。ほぼほぼ、うん、もうなんていうんですかね、本当にもうこれですっていう。あ、でも分かりやすくていいかもね。そうですね、分かりやすくて迷わず。確かに、はい、で後ほどプラグインが出てきたらどっちにしますかってやつだよね。そうですね、どちらか、うんうん、はい、なかなか分かりやすくていいと思います。必要なものは全部ついてますので。です、はい、じゃあ行きましょうか。はい、お願いします。サムちゃん、これ、はい、これさ、はい、軽くない？すごく。そうですよね、やっぱりスポーツになってますしね、クロスオーバーとは違いが感じられますね。もう全然違うじゃん。走り出してすぐでしたよね。いや、っていうぐらい違うよ。いいですね、軽快ですね。めちゃめちゃ軽快じゃん、はい、これ、はいはい、そしてこういうコーナリングも、おお、曲がるじゃん。曲がりますね。めちゃくちゃ曲がるじゃん。ほら、いいですいいです。あ、ちょっと待って、これだとスポーツの方が良さそう。はい、じゃあちょっと今スポーツに変えましたね。うん、なんかね、はい、ステアフィールがね、ちょっとここのコースでぐらい、はい、結構曲がってるからさ、はい、もう少しあった方がいいかなと思って、はい、今ね、重めってそこまで重くならないけど、はい、ちょっとスポーツに変えてみたの。はい、わあ。いいですね。加速も軽快ですけど、おーおー、このちょっと路面状況ね、あまり良くないですけど、うん、でもいいじゃん。しっかり走れて止まれて、なんかね、クラウンのクロスオーバーよりもさ、はいはい、あのちゃんとコーナーの入り口でスピードコントロールがしやすいのね、うん、なるほど、こっちの方が、はい、向こうの方がやっぱ重いからかもしれないけど、はい、最後なんかスッとこうもうちょっと止まってもいいかなぐらいの感じがあるんだけど、はいはい、これはすごい適度に止まるので、はい、なんだろう、
言葉悪いけどコーナーに向かって突っ込んでいけるのと あとね、はい、あの曲がる、あ待ってるよ、これヘアピンカーブじゃない、はい、こうやってさこう来てほらほらほら見て見て曲がります、曲がってくるでしょ、曲がってきますね、そうこれ多分 DRS の効果だと思うんだけど、はいはいね、これ四輪ソーダでね後ろ側の遅いとゆっくりの時は逆移送、はいはい、速くなると同移送で切れるんだけど、はい、そのね切り替わりが多分あのクロスオーバーよりもスポーティーな設定なんじゃないかな、はい、そうですね、うん、チューニング専用にされてるっていうことでしたので、そうだよね、はい、だからすごいグー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 曲がってって、うん、グイグイいきますね、いや行けるよ、いやでも楽しいです、楽しい、ね、気持ちいいです、軽快、軽快ですね、すごくおすごいじゃん、おお本当にやっぱりスポーツって感じですね、スポーツって感じいやなんか欲を言えば、はい、こんだけボディがしっかりしてて足がしっかりちゃんと動いて、はい、動きがいいと、はい、もうちょっとパワーが欲しくなる、そうですね、ベースのポテンシャルがあるからこそかもしれないですね、そういやベースがいいからさ、うん、ほらこういうとこでね、はい、もうちょいトルクがあってもいいよね、今ねこれちょっと上り坂ですからね、なるほどなるほど、もうちょっとトルクがあってもいいかなと思うけど、はいはい、でもこの楽しさは何、さっつっと行きますからね行くすっと加速しましたね、いいですね、いやこれはこれはいいよ、はい、ちょっとなんかね車全然違う、別物、別物ですか、あの名前冠こそクラウンついてるけど、はいはい、違う車だね、なるほどでもねこれだけ操りやすいと車がねいい意味で小さく感じる の、はい、あの横幅とかはさ、はい、向こうよりもちょっともう一周いっちゃおうか、はい、向こうよりもさ、はい、ちょっとだけあれじゃない、ね、幅が4センチ、幅が4センチ広いじゃない、はい、だけどそんな感じがしなくていい意味で小さく感じるんだよね、はい、なるほど、扱いやすく、扱いやすい、はい、なってますか、とても扱いやすい、なるほどなるほど、うん、だからね、なんだろう、はい、逆に、こう小回りも効くし、そのこうやって攻めてガン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 走んなくてもね、はい、普段でもより扱いやすいんじゃないかな、なるほど、で最低地上高が160あるから、はいはい、あんまりこうなんだろう気を使わないで入っていける、なるほど普段 ね、あのちょっと段差があるところとかさ、はい、そこんなに気使わないでもいけると思うわけ、はいはい、で最低地上高が160だからヒップポイントがちょい高めなの で、ね、はい、例えばよ、チャイルドシートを後ろに積みます、うん、はい、赤ちゃん乗せますっていう時に低すぎると腰痛いじゃない、そうですね、大変ですよね、そうで、それが楽よね、はい、うん、そうかもしれない、で逆にあのランクルぐらいさ、背、はい、高いやつはまたそれだそれで大変じゃん、高すぎてもちょっと大変ですからね、そうだからスープラもランクラも大変みたいな感じじゃない、はい、そうですよね、だそう考えると、はい、すごいこれ、うん、幅広い人に合うんじゃないかな、うん、そうですね、皆さんにこう街乗りで使う方にも使いやすいですし、うん、走りを楽しみたい方にもそういいかもしれないです ね、だから奥様カーから攻めのスポーツカーまでこれ1台で行けちゃう、はい、そうですよね、でもおしゃれでおしゃれだしいいですよね、私これ女性もいいと思うよ、そうなんですよね、すごく女性にもおすすめだと思います、うん、だから本当になんだろう、新しい時代の、はい、ベーシックカーってこっちかもね、はい、かもしれないですね、うん、いいですよね、ちょっと私も欲しくなりました、ね、ちょっとだけ車高、はい、ってかね、最低地上高高めのハッチバックって、はい、実は一番便利なのかもしれない、そうですね、使い勝手的には一番いいのかもしれないですね、今まで、ね、トヨタはなかったですけど、うん、はい、これいいよ、すごい、走りもめちゃくちゃ楽しいもん、走りはね、本当に軽快で、いや軽快だよ、いいですね、こんな女だよ、だってそうですよね、やっぱ軽さが、うん、ありますか、軽い、動きが軽い、あ、よかったです、うん、軽いのって大事ですもんね、大事大事、でもどっか飛んでっちゃうとかそんな感じじゃないから、はい、すごく操りやすくて、わ、これはロングドライブもね、これだけ室内ゆとりがあったら疲れないしさ、はいはい、すごくこれはいろんなシチュエーションに似合いそうだな、そうですね、ちょっと長距離も行きたくなりますよね、うん、いやどっち買えますって言ったら、はい、私だったらこっちだな、はい、あ、なるほど、っていうのほら、はい、普段ほとんど1人か友達2人とかじゃない、はい、で遠くも行きます、はい、走るの大好きです、はい、ケイさんにはこっちが こっちだねでもまあそうやってこういろんなニーズに合わせてね、そうですね、選べる、でもクラウンクオリティは担保してますみたいな感じするよね、良かったです、だからなんかあのほら
変な話、はい、こうホテルとかを選ぶときに、はい、あ、なんかプリンスならこのクオリティとかさ、はい、ハイアットならこのクオリティとかあるじゃない、はい、ありますね。クラウンならここは大丈夫、はい、っていう感じがするよね、はい、でこんだけ別な楽しみがあって、うん、とても良いと思います。 ありがとうございます。よかったです。ありがとうございます。どうでしたか、サギちゃん。ケイさん、実は100キロ違いました、はい、あ、車重？そうなんです。クロスオーバーとスポーツで、はい、こっちが100キロ軽い。はい、軽いです。いや、100キロって相当だけど、はい、でも100キロどころじゃないね。そうですよね、乗った感じね、はい、もっと速いよね。軽快でしたね。もっと軽いよね、はい、で、もうなんか慣れてきたらね、実はね、もっとパワーが欲しくなっちゃってっていうぐらいだったの。はい、でもそれぐらいポテンシャルが高いっていう証拠でもあるので、なんかまた、ね、はい、今後 PHEV が出てきたりとか、はい、もしかしたらその先の展開があるかもしれないし、かもしれないです ね、 ね、ちょっと楽しみですね、はい、というわけで皆さんにこうすごくね、幅広い方におすすめできる一台だと思いました、というわけで今日の PHEV いかがでしたでしょうか。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。また一緒にお出かけしましょうね。そしてまた誘ってください。またよろしくお願いします。はい、じゃあまたねー。